リマ着きました。国際線から国内線へ乗り換えます。ちょっと乗り換える時間が50分ぐらいしかないんで急ぎます。よし、めっちゃいい感じです。イミグレ1分も待たずに通れました。レーン3に荷物が届くみたいなんでここで待ちます。リマ空港の特徴としてなんですけど、国際線と国内線が一緒になってます。荷物検査とかも国内線国際線で一緒みたいですね。結構珍しいです。よし、じゃあ荷物来るの待ちます。あ、荷物来た。スーパー早い。よし、外出ました。この案内表記に従って進んでいきます。ちょっと外出ないといけなかったみたいです。ここかな？入ります。いや、帰ってきましたね。20日前にここ来たんですけど。荷物預けます。はい、では無事チェックイン終わりました。25分で行けました。早かったですね。じゃあ案内表記に従ってですね、デパーチャーゲートに向かいます。ちなみにですね、クスコが標高3600ぐらいあって、ですよね、確かで、ここのリマがゼロなんでかなり高山病の恐れがある。ゼロメーターから一気に3000メーター行くんで、体慣れてない人は本当危ないですよね。この前はここでメリークリスマスとか言ってた気がするわ。早いな。お、ここがゲートですね。国内線も国際線も入り口はほぼ同じ、ほぼっていうかもう同じなんで、ここのゲートで変わりますね。こっちがインターナショナルって書いてあるんで、左側が国際線で、右側が多分国内線だと思います。はい、待ってました。この道に沿って僕は歩いていきます。はい、では荷物チェックも今無事通りました。ここまでで、まあ、40分ぐらいですね。僕はかなりスムーズに行った方だと思います。これですね、17時55分、クスコ行き、これ乗ります。いやでもよかった、マジで安心した。普通に乗れますね、これで。よかったよかった。うわ、この大量のインカコーラ、これ見るとペルーに帰ってきたって感じしますね。では、乗り込みます。はい、それでは、2度目の搭乗をしていきます。1時間半ぐらいですかね。はい、乗り込みました。あ、着いた。そんな標高は感じないですね。大丈夫かな、高山病。じゃあ荷物取りに行きます。無事荷物回収しました。これからホテル向かいます。でも20ソルでホテルまで向かいます。高いのか安いのか分かりません。はい、おはようございます、トミさん。何やその顔。無事クツコで合流できたんで、ちょっと街中の方にホテル移して、やめろってその顔。ホテル移して街中散策をしたいと思います。標高が高いんでちょっと動くだけで息が切れるんですけど、まあ徐々に慣れてきてるところですね。はい、でウーバーがなんとクスコ生きてるんで、ウーバーを使って次のホテルに行こうと思います。8オチョオチョペソソルソルか。じゃあ張り切って行きましょう。はい、というわけでゲストハウス着きました。荷物置いてきたんで、これから街中散策を行います。はい、ワンチャクのメルカドにやってきました。メルカドっていう意味なんですけど、これマーケットの意味ですね。ちょっと中入ろうかなと思います。あ、果物のいい匂いがする。わー、豊富だね。すごい、わー、色とりどりたくさんあるね。これピーノ復活した。フルーツ充実してるね。見て、あそこハミちゃんブドウ立てかけてるよ。はい、いちご綺麗じゃないの。お、ほんとだ。これ買う？買うかな。いいね。これなんか噂によると美味しいらしいんですよ、この豆みたいなやつ。しかも多分皆さんがこの画面上で見てる5倍ぐらいでかいっすよ。じゃあ、おばちゃん持ってたら分かるんですけど、この大きさです。この大きさでかくない？もう剣だよ、剣。グラシアス。フルーツ？あ、チェリモヤ？パカイ。パカイゲット。グラシアス。Thank you。よっしゃ、ゲット。なんか豆みたいの。ああ、OK、Thank you。豆みたいの切ってくれる。チーズ、シェフ。ああ、シェフ。チーズ、で、OK。チーズ、ウェイトレス。ああ、Yeah, this is corn. Sweet corn. Sweet corn. Very sweet. Very sweet. Yeah. We eat cheese. With cheese. This cut
Yeah, open. Yes. A half. Open. And this is white black beans. Black beans. Rounded by white sweet. Like cotton. Oh yeah. Yeah. うわ、切ってきてくれました。すごい。すごい。ちょっとアミちゃん食べてみます。うわ。ベリースイートって言ってる。みんなに甘くない。自分食べてみていいですか。あ、でもなんか持った感じは冷たくてふわふわしてる感じ。匂いは特にないです。いただきます。苦い。甘い。え？俺のは。そっちは外れだったんじゃない？苦い。そう。アケビみたいな甘みがある。アケビ。なんだろう。爽やかな、あんまりすごくない甘みがします。こうソルでなんかいろいろついてきます。これコンソメみたいな味ですよね。うん、美味しい。タバスコ、タバスコ、オッケー。ベリーベリーベリーインポッシブルトイキ、ロコト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 、いただきました。食べてみます。うん、やばい、あー痛え、マジ痛い。今まで食ったのが一番辛いかも。トマト食べるよ。食べるよ、アミちゃん。食べない。もう笑っちゃうぐらい暑いっす。やばい、日差しが。さすが富士山ぐらいの標高。もう日焼け対策してこないと真っ黒になりますね。はい、暑い。おはようございます。今日はペルー日曜日になります。何かイベントをやってますが一切わかりません。伝統的なダンスですかね、今やってますね。みんな頭にこんな感じで葉っぱをつけてます。フェスティバルって言ってもなんかお祭りなんだね。なんかの祭りだね。おいしい。フラペチーノ。明日から僕たちはサルカンタイというトレッキングツアーに行こうと思います。おー、なんか盛り上がってますよ。甲子園みたいですよ、甲子園。ラグビーで日本は盛り上がってますけど、こっちはフェスティバルで終わってるし、ラグビーも昨日一昨日ぐらいあったでしょ。またラグビーあったの、うんうん、あ、そうなんだ。じゃあ今日はサルカンタイトレッキングの準備をしたいと思います。まあ4泊5日ぐらいのツアーというか、まあ、僕たち個人で行くんですけど、それの準備をしようかなと思ってます。じゃあちょっと行きましょうか。レッツゴー、行きましょう。今日キリストの人形が集まる日、メキシコで遭遇したんですよね。すげえ盛り上がってるけど、ね、キリストだよね。うん、今日みんな集まる気だね。これ街中から集まるんで、いろんな街から。しかも歩かないといけないんだよね。長旅お疲れ様でした。じゃあもしかしたらこれ以上にと人形が集まるかもしれないね。座れた。ちょっとストローに。ストローに。口内炎を。行こう。もう。口内炎。はい、何度目かの登場か分かりませんが、また市場にやってきました。ここでですね、トレッキングの時に食べる食材を買おうと思ってます。ちなみに今これインスタントラーメンとパスタ2束ですね。これを買ったところです。でちょっとバナナとか玉ねぎとかいろいろ買おうと思ってます。はい。で欲しかったもの一つ目ですね、これです。コカの葉っぱ、まあ、日本だと違法ですよね。違法ですね。ただここだと高山病の対策になるので合法で、買うことができます。最高標高4600ちょっとなんでコカを買います。コカじゃない、これコカじゃない。連れてってくれます。あ、コカ、 OK、 グラシアス、 Thank you。1くらいもらう。1と5ソーレス、2ソーレス、2ソーレス、そんなくれんの。 OK、 グラシアス。というわけでコカの葉っぱを手に入れました。マーケットの奥の方にありますね。これを僕たちはお茶に入れてコカ茶として飲んで高山病の対策をします。もちろん日本に持って帰るのは法律上違法になってきますので、ここで消費して帰ります。グラシアス、 Thank you。
はい、じゃあ食料買いました。全部で500円ぐらい、もし行ったら、うん、500円ぐらいかな、うん、はい、ではここのお店でトレッキング道具を借ります。というか昨日も借りました、アミさんが。寝袋とマットとレインウェアとかもろもろ借りて9日間で3000円いかない激安。じゃあ入りますか。おーい、ファイン、ファイン、ファイン。Okay, what do you need? Banner and cooking. Cooking, cooking, yes. Cooker. Cooker, cooker. It's a cooker. Okay. Yeah, you need a gas also. I want to gas. Yeah, gas. Pottery, yes. Pot. Pot, yes. Yeah, pot. Pots. Cups. Cup? A cup? No. Yeah, okay. Just pot. Open this a little bit. Okay.Listo. Okay. This is 40 soles. This is 20 soles. Okay, so take it easy. I'll see you. Okay. When you come back, take it easy. If you need extra day, no problem. Okay. Take it easy, okay? Okay. No, little by little, you're going to get. No faster, you know. Mm. You want to sleep? One day more?It's no problem. You don't want to be full. Yeah? Suerte. Okay, gracias. See you. Ciao. はい。というわけで、全部帰られましたね。よし。じゃあ、いよいよ明日、出発ですね。おはようございます。サルカンドトレックの朝が。3時でございます。アミちゃんもいます。お気持ちをお聞かせください。眠い間違いないでは、バスステーションに向かいます。寒い、寒くない、うん、じゃあサルカンダイトラッキングかかってこい。ウーバー来ました。Good morning. Buen día. Thank you. じゃあ皆さん、ちょっと場所を見せてもらっていいですか。ここですね。ちょっと後でまた撮り直します。でバス停から約1時間半かけて、トレッキングのスタートポイントに向かおうと思います。よっしゃす。バスステーションに着きました。よっしゃす。バイチャオ。これかな、向かうところが、こちらの村になりますね。ここの村からトレッキングがスタートします。マークがついているところがトレッキングスタートポイントになります。でちなみにこちらが、クスコの町になるんですけど、こちらのバスステーションから、そちらの村に、向かいます。全然起きないんだ。ドライバーさんが起きてこないみたいですね。来ました。ちょっと暗くて見えないですけど、運転手さんです。片道20ソルになります。荷物上に上げました。じゃあ乗車します。じゃあ道行きましょうか。前の方乗ろう。4時30分、今出発になります。来ました。ふっくぅ、約2時間、お疲れ様でした。2時間もあった、うん、
で、ここから登山口まで行きますか。よし、タクシーでトッキングスタートポイントまで向かいます。ここで入場料、1人10ソル払います。はい、というわけでトレッキングコースへ着きました。まあ、こんな感じでちょっと分かりづらい道なんですけど登っていこうかなと思います。サメちゃんどうすか。眠い。まだ眠い。意気込みがさちょっとなんか薄くないですか。だってもう分からんもん、未知の世界。確かに。では朝7時スタートになります。こっから約17キロぐらい離れたところにキャンプサイトがあるのでそこに行きます。なんだっけ村の名前。サウカンタイじゃなくて何だっけね。なんだっけ、あのお姉さんたちが言ってたやつでしょ。ソレイバンバン。ソレイバンバンを目指します。綺麗な湖がある場所の近くの村ですね。じゃあ今から約、10時間ぐらい歩きます。いやーすごいね、感動するね。っていうかまだ歩いて10分ぐらい。5分でこの景色ですよ。いやすごいわ。はい、ですね、そもそもこのサルカンタイトレイルって何なのっていう話なんですけど、サルカンタイっていう山があるんですよ。それを眺めながらこう歩くトレッキングコースになります。でインカトレイルっていう有名なやつもあるんですけど、それとはまた別のトレッキングになってきますね。かなり綺麗な絶景をこう眺めながらマチュピチュまでたどり着く、そんなコースになっています。まあ、早い人は3泊4日でマチュピチュ村まで到着します。僕たちは、まあ、ちょっと予定を、ね、どうなるかわからないので一応4泊と5日で行動しようかなとは思っています。まあ、この道なんですけど、もともとの先住民とかですね、あとは農業やってる方たちがですね歩くような道になってますね。まあ、こんなところですかね。はい、行きましょう。気持ちいい、空気がうまい、道がぬかるんでます。難所だね。うまきた。こんな登ったのもほら。何ずっとついてくるの。マチュピチュまで行く。うわ余裕やん、あくびなんかして。看板ありました、これ右ですね。よし行きましょう。ワンちゃんここ登れる。終わりだね。お疲れワンちゃん、またね。来るんかい。バイバイかな。ありがとう、急なところずっとついてきてくれたからね。強力なサポーターでした、癒しを与えてくれたね。なんと道中にスーパーマーケットがありました。結構いろんなの売ってるね、パスタも卵もジュースも売ってます。じゃあ休憩終わりです、行きましょう。マヨネーズと食パン食べました。マヨうまいね、うん、ペルーのマヨクオリティ高いよね。久しぶりに食べた、うん、マジで7ヶ月ぶりとかじゃない。そうなんだ、7ヶ月。7月に出たやろ。そっか、5ヶ月。5ヶ月ぶり、うん、ぐらい。有名な看板だ、やばい、めっちゃ急な登りじゃん。もうこれから頑張ろう、絶望しないで。教えてくれた方がありがたいわ。ありがたいわ。いいぞ、いいペースだ。頑張るぞ。今富士山登頂したってことでしょ。そうだね。あれ富士山って3600ぐらい。息切れるわ。ドンキーかわいい。そろそろ森林限界ですかね。大きい木がなくなってきました。うわ綺麗だ、この牧場と一緒の景色ってのがいいっすね。まだまだ上は長いですよ。めっちゃ坂です。もうかれこれ40分ぐらい登ってるかな。あそこが平地だったしな、多分この山のトップに行きます。頑張るぞ。よし、歩き始めて約4時間10キロ地点を通過いたしました。多分まだです、 7.6 キロです。ちょっとした崖を歩くような感じになってきました。登りがなくなったので
一応楽にはなったんですけど、逆に登りがない分急な登りが怖いですね。はい、出発から 8.4 キロ地点、ここから急な坂が続きます。山のトップなのかわからないんですけど、チンチクマっていうところがあるんで、ここでちょっとご飯でも食べようかなと思います。綺麗な水が流れてます。うわ冷たいね。これ雪解け水ですね、完全に。じゃあこの激坂登ります。ちょっとビデオだと伝わりづらいんですけど、かなり急です。ここ酸素も薄いから休憩しながら登ろう。よし、到着しました。お水、トイレ、いろいろみたいですね。ここでお昼ご飯食べます。あみちゃんお疲れ様、ちょっと休憩しましょう。3813かな、ここ。本当だ、もう日本のどこよりも高いね。うわ、あみちゃん、あっち見て、すげえ山がある。おかっこいい。皆さん、多分あれが 6000m の山ですね。うわーかっこよ、めっちゃかっこいい。これ馬小屋やね。うん、よし、充電型 30% しかない。やばでは再出発します。あちらの山を目指していきます。ここら辺の街が今回行くポイントになりますね。あと9キロぐらいになります。頑張っていきます。なんかこっちの山とかも比べて遠近感がよくわかん、もうつかめなくて、すごい気持ち悪いんですね、さっきから。何なんだこの感覚は。雲の間に見えてるこれ全部壁ですからね、もっとありますから上に。じゃあ歩きましょうか。ヤギもいる。嘘、ヤギさんいる。ヤギどことこ歩いてる。かわいい。牛じゃない、牛、牛だったわ。よし、行きますか。はいよ。えぐい、この坂めっちゃきつい。心臓破裂するかと思いますよ。よし、でもあと一つづら、今日一で辛いところ登り切りました。やばかったね、もう二度と登りたくないね、これ。皆さん、下に虹が出てますよ。こんなことあんの？初めて見た。足元に虹があるって。しかも、綺麗に7色見える。ねえ、さっき雨が降ったんですよ、ちょっと。で、晴れて。いやー、ご褒美だね。あの坂頑張った。泣きそうやったガチでいいもの見れた。今のところこんな道がずっと続いてます。山がだいぶ近くなりました。あれですね、近くなった。あと4キロ、また看板が現れました。この階段を上がります。滝っぽいのがあります。犬の次は馬が導いてくれてます。もうすぐサライマンバです。ただいま3832m です。あとちょいや。本日のテントサイト到着しました。お疲れ様でした。いや疲れましたね。でもなんとか着いたね。よかったよかった。今現在午後の4時ちょうどぐらいになります。なんとか着きました。それしか言えないですね。皆さん、願いが通じたんでしょうか。晴れてくれました。そして山のピークがまじまじと見えます。すごい綺麗です。下はルートを通ってあちらの山に向かおうと思います。おはようございます。現在朝の7時でございます、はい、今日の天候がですね、あいにくの、雨でございます。あちらの方角にサルカンタイという山があります。 6000m を超えている山があるので、そちらをお届けできればなとは思っているんですけど、まあ、こればっかりは運次第ということで、まあ、ただですね、まあ、霧は霧ですごく綺麗なので、これを楽しみながらトレッキングしていこうと思います。ではもうすぐ出発になります。アミちゃん、意気込みをお聞かせください。カンポス
漢方、はい、いいですね。19キロね。さっきここで友達になったどこの国の人だっけ、オーランドの人が今日楽勝だと言ってたんで、その言葉を信じて行きましょう。では出発いたします。大馬さんも今から出発のようです。大きい荷物を積んでますね。今日僕たちが登る場所がですね、ぐーっとずーっと坂を登っていって、標高 4600m まで目指していきます。まあ未知の世界ですよね、標高 4600m、 まあただいい経験にはなると思います。ちゃんとコカ茶も飲んだんで、高山病対策はしたつもりです。では登っていきます。大きさがいまいちわからないと思うんですけど、これが人です。もうほぼ見えないんですよ、それだけでかいんですよね。白いお花と黄色いお花がずっと咲いてます。もうほぼ お花畑になってます。しかも標高が上がってきてるんで口が回ってこなくなってきた。さあここからが山場です。ずっと上り坂が続きます。小屋見つけました。あそこで休憩します。小屋到着しました。 4150m です。ここでちょっと休憩します。さあ第一の難関はクリアしました。続いてこちらですね、第二の難関です。ではこちらを登っていきます。一番の難所かもしれん。頑張るぞ。OK、1、2時間で頂上に着く。そしてゆっくりでいいから止まるなっておっしゃってました。これ標高が高いからなんでしょうかね。これが 4000m か。この斜面をひたすら登っていきます。景色は最高に綺麗です。なるよね。もう来たところが見えません。アミちゃんはめちゃくちゃ頑張ってます。すごい登れる子です。まだまだ上り坂は続きます。頑張ります。半分以上登ってきたぞ。綺麗すぎるな、はあ、さっきアドバイスしてくれたお姉さんはもうここにいらっしゃいます。いけるぞ、頑張れるぞ。あ、アミちゃん、サルカンタが現れました。すげえ、でけえ、美しい。行こう、サルカンタイトレッキング。一番標高の高いところにたどり着く最後の坂になります。見てください、皆さん、晴れてきました。嘘でしょ、晴れてきた。なぜかわからないですけど、この一歩一歩がめちゃくちゃきつい。頂上はあとちょっと。サルカンタイトレッキング、一番標高の高い 4620m のが見えます。誰かが道でつまずいたら差し伸べる思いやりが欲しい。ああ、お疲れ様でした。お疲れ。頑張ったね。もう突き刺す怖さがあっても辛かったな。
ちむかんと雪が欲しい曲がりくねった本当の自分を探すんだなんか分かんないけど泣けてくる テーブルに飾られたバラよりゴールしましたに咲く年月その方がいい何も見えません二度と走れぬ坂道を登ったら Hold you a last chance 密集しておきます。今日の工程はあとは下りだけとなってます。ただ風がものすごい冷たくてもう体感温度マイナスいってると思います。これは寒いね。歩いて温まろう。僕たちも出発します。現在、お昼の現在もう11時です。あとは目指すはマチュピチュですね。マチュピチュに僕たちは自力で行こうとしてこのサルカンタイトレッキングを歩きました。もちろんですね電車で行くのもいいと思います。水力発電所までバスで行くのももちろんそれはとてもいいことだと思いますが歩いて行った時の感動を僕たちは味わいたくて歩いてます。一体マチュピチュを見た時に何を思うのかが楽しみだね。それどころじゃないぐらい寒そうだけど水が出てるかどうかも分かんない確かに俺も多分ね流れっぱなし延々下り坂が続いてます。リスかな、なんだろう、ウサギっぽい生き物がいます。リス、なんだろう、スケールがいちいちでかいな。あれ滝ですからね。あれ急にさ目覚めてさあここ天国ですって言われたら信じちゃうかもね。街が見えてきました、今回の中間ポイントになりますね。今が、お昼の1時ぐらいになりますね。これからまたとことこと歩いてキャンプ地に向かいます。看板があります。標高3388m。 ってことは1300ぐらい降りてきたってこと。そう、すげえ重い荷物や。頑張れ。ほら、ほら、すごいね昔ながらの。しかもあみちゃん見て壁岩で割れ。うわ、見てや、腐るほど岩あるもんね。うん、使ってほしいよね。まだこういう暮らししてる人がいるんだね。すげえ。大きすぎて転がせない、転がせなかったね。ふん転がしいました。初めて見た、かわいい。結構大きいんだな。頑張れ。こっちに巨大な糞があるけどこれ運べないかな。お、ただ立ち向かってる。あ、飛んじゃった。背の高い植物が出始めましたね。標高が下がった証拠ですね。アミちゃんグロッキーです。あと 1.6 キロ頑張りましょう。大丈夫だ、ゆっくり行こう。頑張るな。辛いよな。お疲れ、アミちゃん頑張ったね。いや、高低差 1.8 キロあったからそれ辛いわ。
あとちょっと、あとちょっと、頑張れ頑張れ。お疲れ様でした。どうでした？2日目えぐかった。いやしんどかったね。よく到達できたね。 OK、 じゃあちょっとテント張ってご飯作りましょう。よし。おはようございます。ゴンザレスさんの、ゴンサレスか、正確にはゴンサレスさんから借りたバーナーでココアチャとかを毎朝作ってます。味は緑茶に似てます、うん、日本人であれば多分全然飲めると思います。今日は22キロ歩きます。もう私たちは出発するみたいですね、僕たちも6時には出発しようと思います。では出発します。お兄ちゃん意気込みを。それ意気込みと違うか。皆さん見てください、もう道が最高です。これ昨日は河原の石だよね、あれ中くらいの大きさの岩がゴロゴロしてて、で大きい石は地面に埋まってるしで避けないといけないし、その中くらいの石を踏むとグラッてして捻挫しそうになるしで大変なんですけど、こっちかな。あみちゃん、あそこに橋あるよ。あーあー、OK、 OK、 グラッシャース。わあ頑張れロバちゃん。馬どっち、なんかわからんくなってきた、うん、頑張れ頑張れ、俺たちも頑張れって話だよな。この橋大丈夫、怖っ。当たります。いや落ちたら死ぬでしょこれ、手作り感満載なんだけど。やばやば、うわ揺れるし怖っ。ああ上りだ、頑張ろう。はい、というわけで登り終えました。あとはこの道をひたすらまっすぐ歩いていきます。はい、でこれ僕たちが泊まってた村ですね。でここに川があります。で川を渡るさっきの橋があって、こっちの反対側の山を歩いてるような感じになりますね。よし、着々歩きます。ほらほらよっちゃんや。なんかちょっと日本に似た景色じゃないこれ、うん、うわすごっ、壮大だね。道が2つあるんですよ、こっちに行く道とこっちに行く道。ツアー隊はあっちに行っちゃったんで、こっちがサルカン隊ルートだと思うんですけど、こっちはまた別のトレッキングコースですね。僕たち余裕ないんでこっち行きます。あみちゃん、道に迷った時はどうすればいいですか。無難な道を行きましょう間違いないですね、無難な道を歩きましょう。皆さん変な意地張らずにね、一番安パイな道を歩くっていうのが早く着く方法でもあるよね、うん、なんか可愛いお店だね。トイレ行こうかな。うん、行ってらっしゃい。ちょっとここで休憩します。なんかバナナとかフルーツ売ってます。てか標高が高いせいかバッテリーがもう 60% なんだけど、やば、節約していこう。土砂崩れの後に道ができてます。日本だと撤去作業しますけど、こういうとこは海外っぽいですね。土砂崩れを利用して道を作るっていう皆さん、ワイルドストロベリーがあります。イチゴの原種みたいなやつです。野生のイチゴ、これよりイチゴっぽいですね。もう葉っぱ完全にイチゴの葉っぱですよね。もうあの味は本当にそのままイチゴの味です。美味しい。食べながらまた歩きます。うわー大変や、雨でもこんな増水してるんですよ川が。だから濡れないようにみんな上通ってますね。僕たちも上を通ります。頑張って、ゆっくりでいいよ。すげえ、昔ながらの家って感じ、途端だけど。あっちのハイキングコース行くとあそこの村通れるんだね、きっと。もう十何キロ歩きました。まだ10時ちょっとなんで、結構早いペースだと思います。多分あそこがレストランあたりだと思います。あれはツアー客ですね。もう最後まで歩かないみたいです皆さん、新しい説が生まれました。昨日のところでサルカン隊トレッキングが終わった説が出てきましたよ。ここからは俺たちがただただ歩いてるだけっていう、まあ、それはそれでね、歩いてマチュピチュ行けるんだぞっていうところをちょっとね、この動画を見てくださってる皆さんにお伝えできればと思ってます。よし、
ご飯ご飯。村に到着しました。ここにレストランがあるみたいなんで寄りたいと思います。お昼終わったので、また歩き始めます。ここからサンタテレサに向かうかラクタパパに向かうか、でサンタテレサはここから約13キロあります。緩やかな下りがずっと続くようなルートになります。でラクタパパは山に入っていくので上りになっていくんですけども、距離が 7.7 キロと近くなります。でこのどっちかっていうのを決めようと思います。Cars? Yeah, you can drive for half an hour. Yeah, you prefer walk? Yes. Okay. And your friends here, okay? Yeah. Thank you. Thank you. ありがとう。はい、というわけで、ここから13キロ歩いてですね、サンタテレサに行くことが決まりました。なぜですか？温泉があるからです。そうです。温泉があるとあるという話なので、山なんか登ってる場合じゃないと。うん、300メートルも高いってあったのに。無理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 。サンタテレサに行きましょう。はい。よし。はい。こっちのトレッキングの看板がある方はですね、僕たちが最初に行こうとしてた山に続く道になってます。結構綺麗な天場があるみたいですね。でこっちはですね、山なんか関係ない、温泉に行きたいっていう人はこっちです。今回はこっちに行かずこっちに行きます。ウクマバンバ、ウクマバンバ標高2026m。 下がってきたね。2600下がった。そうだね。すごいね。そういうことになるね。Where are you from? Australia. Oh, Australia.Ireland, Australia. Yeah. We'll see you later. Yeah, yeah, thank you. Gracias. Hola. 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 え、どういうこと？通る道がなかったからたくさんで行ったって言ったんです。どこのルート行ったんだろうね。え、あのルートじゃん。あそこのルート？そうそうそう。え、あの人たち？僕たちはあそこでアナザーウェイに行ったでしょって言ってたじゃん。うん、これだったし、うん、もう下が崖でやばかった。よかったね、こっちのルートで。だから戻ってきてもう今日は車にして寝るって言ってた。危ねえ、うん、皆さんデンジャラスな方行かなくていいですよ。普通に歩きましょう。はい、すいませんでした。わかりましたか皆さん。気をつけて、特にメンズ。すいませんでした。許します。ございます。さっきの人たちです。あの車の全員と友達だよね。確かにね。みんないい人。名前も知らんけど、ね、本当に国ぐらいしか知らないけどね、うん、みんないい人だよ。バナナとコーヒーが植えてある道をひたすらと歩いています。もうすぐ橋に出るはずです。あと充電 20% です。さあここは橋です。すごい雨です。あとひたすら5キロぐらい歩きます。大雨になってしまいました。でなんとですね、心優しいお家の方がここに雨宿りしていいよということなので、ここに甘えさせていただいてます。でなんとコーヒーまでくれるみたいなので甘えさせていただきます。あー、いただきます。マジでうまい、このコーヒー。あー、うわー、すげー。蜂蜜、これ取れてるのかな。すごい。うわー、めっちゃ美味しい。もえぶえの。うわー、めっちゃ美味しい。え、なんだろう、すごいフルーティーな味するね。わかる。ペルーコーヒー、すごい。わ、まだ匂いはしない。あ、甘い。嘘。甘い甘い。あ、甘い。あ、甘い。手でやるんだね。うん、甘い。嘘。あ、本当だ。甘い。甘い。え、なんでこの甘いのかな、ね、すごい。なんか新しいの。うわ、うわ、蜂蜜。うわ、うわ、すげえ。いい匂い。すーごい甘い匂いするね。うん、いいな。あ、やったー。うん、回復。何回も舐めちゃう。ね、蜂蜜いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。グラシア。また。グラシア。グラシア。Thank you. Bye. チャオ。歩き始めましょう。元気をいただきました。はい。チャオ。あと5キロ歩きます。行こう。頑張る。いや。
意味のある雨だったね。あそこだってさ、車乗っちゃったらこんなこと起きなかったわけでしょ。うん、そうそう、私があの断ったからこその出会いでした。アミちゃんが意地でも歩きたいっていうね、その思いがきっとこういう素敵な出会いを生んだんだね。これもし一人の時にさ、うん、あのコーヒーもらったら多分泣いたもん。確かにね。うますぎ、あのコーヒー、優しさの味だったね。いや素敵な出会いだったな、うん、世界一周してる醍醐味だよね、出会いですよ。なんかもう多分あれを越すコーヒーは今後出会えない、うん、出会えると思う。いくらお金払っても3日目のこの心折れてる瞬間にね、あのあったかいコーヒーが身に染みた、出してくれるっていうね。いや、ありがたい、ありがたい、もう何が何でもついてやるよ、うん、っていう感じになったね、うん、道路に川ができ始めました。たださっきのコーヒーのおかげでまだ僕たちは歩けてます。充電残り 10% です。村に入りました。よっしゃ、ちょっと行くぞ。あれが多分サンタテレサです。あとちょいや、これやばくない？渡って大丈夫？うわ、岩が動いて渡ってる。この階段を登っていきます。町に到着しました。約27キロ、どうでした？きつすぎたね。きつかった。よかったね、たどり着いて。あとはちょっと橋が落ちないことだけを願って。ほらー、ケレカパメントいらっしゃいます。オッケー、いらっしゃいます。会議しますか。はい、4日目、はい、どうしますか。アミちゃんはエレクトロまで。でも正直体の痛みが辛い。本当にやばくない？すごいね。もう豆が痛いぐらい。豆歩ける。でも多分階段を一段ずつポン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 って降りてる。あ、俺は正直聞いた。マチュピチュ村まで歩いていきたい。行く。じゃあ行きましょう。行こう。あ、待って、こっちにフードがある。太陽久しぶりに見た。本当だ。よし、じゃあ最後の19キロ、はい、歩きますか。頑張ります。よし。あ、この階段がきつい。いや、ただゴールは見えてるよ。だいぶ川が落ち着きました。この橋が落ちないかかなり心配だったんですけど、大丈夫そうですね。今日出発した町です。その町の反対側の山を今歩いています。逆光ですけどかなり綺麗な景色が広がってます。こんな道をずっと歩いていきます。野生のトマトだ。温泉ね。温泉ね。まんまと入んなかったね。それどころじゃなかったね。洪水はしてるし、村は崖崩れになりそうだし、ぜひ余裕のある人はね、あの温泉行ってみてください。僕たち行けなかったですけど、あったかいらしいですよ。うん。テンソルで入れます。どこの温泉も。はい。なんでぜひぜひ。楽しんでください。楽しんでください。もちろんあれですよね。何らかの理由があって行けない方たちは。僕たちのこの動画を見て一緒に楽しんでくれればとは、そう思うんですけど、きっとあれよ、これ見てる人たちも今息上がってるよ。上がってる。豆移しましょうか。豆、いやもうそれちょっとえぐいね。えぐい、打ってない方がいい。1,2,3,4,5 箇所あって靴れが2箇所、 足裏にね。俺はあの1箇所しかもできてないですけど。変な足の指やつだな。よかったね、その足。うん、よかった。この足に生まれてよかった。クリームパンの足。じゃあ今日もクリームパンの足で頑張っていきますわ。あー、いいな。クリームパン足最強説。最強説。皆さん自分の足見てみてください。クリームパンの足だったら登山向き。3キロ地点です。残り16キロ。
歩きます。昨日の30キロに比べたら余裕です。ヒア、トリカ3 or 4 Sí, está comiendo ella, sí, cambiando. Ya, gracias. Chao. Bye bye bye. ペリーの人優しいよね。みんなこうやって声かけてくれて、頑張れみたいな感じで言ってくれるから。ペルーの方たちに歩かされてる。確かに。それを必死必死と噛みしめながら最後の道を歩こう。踏みしめます。豆だらけの足でね。いや本当に尋常じゃない。行こう。はい。橋が見えてきました。この橋を渡ります。皆さん、あの看板見てください。マチュピチュ書いてあります。とうとう看板が出るほどの距離までやってきましたね。よし、ちょっと記念撮影して先にまた進みます。何？あ、笑顔やん。トレッキングハイじゃん。見てください。すごいところにあります。めちゃくちゃ斜面。いやー大変だろうな、物運ぶときとか。すごいところで暮らしてる人もいるな。もうすぐ水力発電所です。ここまでで約10キロぐらいになります。あとちょっとです。頑張ります。コントロールチェックポイント。ここでパスポートとか見せないとダメみたいです。ここでパスポートチェック受けてから、歩きでしたらこっちでもいいですし、車でしたらあっちに行きます。なんかどっちも同じ道に出るみたいなんですけど、僕たちはせっかく歩きできたんでこっちの道を進みます。行きます。やば、足の裏痛え。止まったらダメやね。うん、止まれないね。階段、階段地獄や。いやー、よいしょい。よし行こう。はい、着きました。ここが水力発電所になります。エレクトロですね。皆さんはここまで車で来ることができます。クスコから7時間でこちらの駐車場まで来ることができますので、皆さんはここまで歩かずにぜひバスで来てください。もちろんトレッキングして私たちみたいに来ても大丈夫ですが、こうなります。しんどい。よし、じゃあ行こうか。ここがいわゆるあれですよ、あのスタンドバイミーコースって言われてる、あの列車の線路の脇をこうずっと歩いていくんですよ。なんでスタンドバイミーって言われてます。僕たちもスタンドバイミーコースで歩いていきます。今気づいたんですけど、これマチュピチュのあのよく映ってる山の裏側じゃないかっていう説が私たちの中で流れてます。でこの線路を伝ってこの山を中心にぐるっと反対側に向かっていくとマチュピチュの村が出てくるはずということなので、ちょっと張り切っていっていこうかなと思ってるんですけど、今絶賛休憩中です。休憩終わったら出発します。スタンドバイミーコース入り口にはレストランや、買い物ができる場所がたくさんあります。ここでジュースとかお菓子とか買ってから登るのがいいかもしれないですね。よし、じゃあ後半戦頑張っていきましょう。はい、この線路上にずっと歩いていきます。これマチュピチュ多分こっち歩いていきますね。そして奥ない昨日のお兄さんたちかな。あー、やっぱりファック。はい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 。How many dogs? Just the dogs. Oh my god. Oh my god. Woof, 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 woof. Crazy. Me too. Yeah, we're gonna keep going. I just go. Oh, you're going. Okay. Going up there? Machu Picchu. Yeah. Is Machu Picchu up here? Oh, maybe. Maybe? I think it is. Remember yesterday? Yeah. Oh my god. Up there? Yeah. Okay. Okay. Are you going?
Let's okay, go. Let's go. Yesterday, Sean comes out. Yeah. Will. Sean. Will. Oh. Miskin, Amy. Amy. Yes. Say like Amy, but Amy. Ah, yeah. Yes, yes. Okay, remember. Sean and Will. 少年場だね。ラスト大変やな。3本目のセノに出ました。ションたちもいないね。早いね。また街で会えるかな。会えたらいいね。ね、会おう。こっちだね。うん。お酒でも飲みたいね。確かに。愉快な2人だから。超面白い。デジャブかと思ったさ。ね。本当。またこの道で。ショーンが毎回バッドコース選ぶから、ね、あの関係超面白いよね。毎回巻き込まれてるかな。ビールね。よし歩いていこう。これは多分現役で使われてるっぽいの、この線路は、うん、電車が来るたびに避けます。この山もすごいけど、やっぱりウーマンタイとかサルカンタイの方がすごかったな。あのやっぱ雪が積もってる高い山ってかっこいいっすよね。なんて言いながらまだまだ道のり長いんで、少し歩くと橋が見えてきます。線路歩かないようにこっちを渡りましょうって看板ですね。では進んでいきます。このスタンドバイミーコースめっちゃ面白いっすよ。なんか普通に植物園歩いてるみたいな。直生植物とかすごい生えてますし、ランも生えてるし、動物も鳥もいますし、歩くのおすすめだけどな。皆さん、あの蚊とかじゃなくてブヨがめちゃくちゃいるんで気をつけてください。あのもし歩く方は、長袖長ズボンが必須だと思います。やばい、めちゃくちゃ刺される。しかも痒いとかじゃなくて痛いし、すっごい膨れます。気をつけてください。こういう道もあります。ちょうど中間点ぐらいでお店が出てきたんで、ここで休憩します。連日に次ぐ連日のトレッキングで、アミちゃんの足の裏の血管がやばいことになってます。どうなってんのそれ。恐ろしいね。絶対乗ったら楽しいね。さあラスト3キロ地点まで来ました。はい、はい、遺跡もちょっと見えてきました。よし、ラストスパートだ。あとちょっとや。行こう。ちなみにあと2キロ。はい、歩こう。ちょっとだよ。ほら、おいじゃん、マチュピチュ。ほら、優しさが欲しい。まずは君が。お疲れ様でした。サルカンタイトレッキング、それからマチュピチュ村までの漢方ですね。どうでした？ありがとうございました。こちらこそ全部トータル漢方できましたね。はい、よかったよかった。ダメちゃん、そこで今回のトレッキング、終了とします。はい、お疲れ様でした。お疲れ。トータル、90キロ弱。どうでした、このトレッキングは。人はやらない。
きつかったね。いやでもなんとかたどり着いたね。よかったよかった。でもまだね、実はこれがゴールじゃないんで、明日マチュピチュを見て、ゴールします。とりあえず写真撮りましょう。黒焦げになりました、顔が。アミちゃんは国民が取れたんですけど、悲しいのかなんなのか。疲れた。あ、終わった。アミちゃんここに来て晴れた。最後の最後に晴れてくれた。うわー、これ青空久々に見たね。お疲れ様でした。もう歩きたくない。二度と走れぬ坂道を登ったら Hold your last はい、おはようございます。サルカンタイトレッキングを終えてですね、ついにマチュピチュに行くことになったんですけども、マチュピチュの入場口もですね、ちょっと標高高いところにあるんですよ。実はバスで上の方まで、まあ、マチュピチュの入場口までですね、バーって山の上まで行くことできるんですけど、ここまで歩いてきてですね、まあなんだったら最後まで歩いていこうじゃないかということでですね、僕たちは歩いてマチュピチュの入場口まで行こうと思います。意気込みをどうぞ。胃が痛いです。胃が痛い。毎回なんかさ、コメントがずれてる気がするんだけど。まあ行きましょう。はい、はい、まだ真っ暗ですね。マチュピチュ村から 1.3 キロ離れたところに登山口がありますので、そちらに行こうと思います。はい、というわけで 1.3 キロ歩いてまいりました。ここからですね、上りになります。ここでチケットを見せて橋を渡って登山口に入っていきます。長蛇の列ができているので、ここで待ちます。ですね、傘禁止です。傘もタバコも、うん、セルカ棒もダメです。そうですね、カッパ必須になりますね。こちらです。7時組が今チケットチェック受けてます。これで入山できます。でここでパスポートと入場チケットチェックがあるんで、準備して待ちましょう。よしよし、じゃあ出発します。ここから約1時間と半かけてマチュピチュの入山口に向かいます。石の階段がずっと続いている感じですね。道はかなり整ってます。だんだんと日が昇ってきましたね。視界が良くなってきました。結構本格的に登りますね。高低差450、1キロのうちに450は結構登りますよね。いや、今回の階段長かったね。頑張ろう。あれ、なんか楽勝の表情になってきましたけど。ちょろいわ。ちょろい。でもこれ絶対サルカンタを経験してるからだよね。普通に初っ端これ登るとなるときついわ。さあ、もうすぐゴールです。えー、ナイスチュー。えー、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 オッケー、オッケー、イエス。さあ、登り切りました。ここがバス停ですね。トイレだ。どうでした？余裕。サルカンタイ。アルカナンタイ。何それ。ロートベン。タイムは5時に登り始めて1時間ぐらいだね。じゃあ時間まで待ちますか。まさかの。はい。はい。OK。通いなく寝た馴染みのコシャリア。
カミナンド。いやー初日からずっと一緒なんですよ。また会えましたね。楽しんでください。マチュピチュ、あの人たちもサルカンタイを歩き切ってここまで歩いてきたそうです。初日から一緒なんだけどね、タクシー、うん、私も行こう。あと30分後。これがマチュピチュの全体像ですね。僕たちのチケットは7時入場で、7時8時ワイナフチュ入場なので、どうやって行くかっていうのも伝えたいと思います。アミちゃんがちょっと聞いてくれたんで、ここから100メートルほど行くと分かれ道があります。ここを右に進んでもらったら、だいたい15分から20分でワイナフチュのエントランスに到着するらしいので、8時までに入ります。了解です、行きましょう。Las personas que tienen el ingreso a la montaña Huayna Picchu son 100 metros adelante y así. This way. Gracias. 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 Hi. Wow, nice. よし、じゃあ行きましょう。視界ゼロっていうこれ。何見に行く？本当よ。これ大丈夫かこれ。でもマチュピチュの中に入ったってことだよね。全然実感湧かないわ。あ、看板ありますね。これワイナピチュって書いてあるんで、下の方に降りていきます。ちょっとあんまり見てる暇がないんで、とりあえずワイナピチュにガガッと行っちゃいます。うわ、マチュピチュやん。何も見えんけど、何も見えないんですけど。お、アルパカ、リャマ、うお、すげえ、リャマいるじゃん。わ、動物園の匂いする。君たちいるのね。通りたい、通るよ。当然。通して、通りたい。俺行こうか。山ちゃん、ごめん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 。ちょ、どうして、どうして。よし、ないしないしない。山ちゃん。通りたい、通らせて。そっち、よしよし、なんとか通れたね。よし、行こう。なんか指示通り進んでいけば全然いけそうな感じはあるんですけど、あ、あれかな、ワイナピチュゲート。よし、来ました。っていうことはあそこに見えてるのあれがワイナピチュかもしれないですね。ここまで何分ぐらいでした？12分で来れます。7時8時でエントリーの人は10時までに出ないといけないです。じゃあチェック終わったんで、ワイナピチュを登っていきます。各項目がありまして、名前、年齢、国籍、あとサインですね、それから何時に入ったかを記入しないといけません。僕たちは7時15分に入りました。さあ、山の側面まで来ました。あとは多分ひたすら登っていく感じだと思いますね。めちゃくちゃ綺麗。上は見えないですね。めちゃくちゃ急ですね。うわぁ、かっこいいなぁ、道が。これ登んの階段で有名なお寺ぐらいきついやん。相当きついです。下の人がこんな感じなんで、生半可な気持ちでは登れないですね。うわぁ、すごいね。マジで直角だ。ここやばいね。足が、かかとが出ちゃう。やば、昔の人がこんな登ってたな。もう四足歩行です、こんな。はいはいや、はいはい、よっしゃ、登り切った。マジかよ、階段ってもわからんくない？マジ。おい、嘘だろ。さっきよりはきつくないね。これはちょっときついわ。トップ、やった。疲れた。お疲れ様でした。いかがでした？まあまあ、全然サルカンタよりは、まあね、サルカンタよりはね、ちょっと晴れ待ちだね今。ちょっとこんな感じで曇っちゃってるんで、マチュピチュが見えるまで待機します。
これは、うん、ちょっともう真っ白なんで帰ります。まあ、見れたっちゃ見れたんで、うん、よしとしましょう。寒い。ここ通るの、どういう体勢で通るのが正解なのこれ。ちょっと待って、うわ、ひっくらーしんど、ててててて大変だこれ。戻ってきました、はあ、しんど。ワイナピチュ出ましたらチケットの都合上ですね、一回外に出ないといけないので一回外に出ます。一方通行なのでそれに従っていくと出ちゃうんですけど、再入場ができるので、はい、あのワイナピチュゾンビもうみんなもうダラダラです、歩き方が疲れたねみんな。さあ一回出口に来ました。ではまた再入場したいと思います。はい、ではさっきのチケットをもう一回お見せして再入場できました。今回はですね、ゆっくり遺跡の方を見たいと思います。行きましょう。今回はサンゲートっていうところに行くつもりです。登ってきます。さて上まで登ってきました。あーよく見るやつや。はあ、これだね。もう少し上の方行く、うん、OK、インカブリッジ行こう。綺麗ですね。ジャミちゃん、ちょっと最後に一言もらっていいですか。いいですよ。こちらに。今回のサルカンタイトレッキングとこのマチュピチュを通してどうでしたか。そうですね、サルカンタイトレッキングに関しては本当辛かったです。サルカンタイ辛かった、はい、登った甲斐はありました。はい、そしてマチュピチュに対して一言だけ、はい、世界不思議発見使えないから感動を僕たちは味わいたくて歩いてます。痛い。マチュピチュを見た時に何を思うのかが楽しみだね。それどころじゃないぐらい寒そうだけど。おはようございます。マチュピチュ村最終日になりました。で今日僕たちはバスに乗ってクスコに帰ります。よし、では水力発電所までまた歩いていきます。エレクトロ着きました。クスコのホテルでですね、送迎は頼んであるので迎えが来るはずです。はい、はい、全部終わりました。全部終わりました。お疲れ様でした。マチュピチュ編これで終わりです。何かあります、言っときたいこととか。特にないですか。じゃあもう終わっちゃいますけど、マチュピチュ行くなら、はい、身軽に以上、マチュピチュ編でした。お疲れ様でした。チャオ。傷つき打ちのめされても、イエス。おはようございます。今日はですね、あのレインボーマウンテンに行こうと思ってるんですけど、ことごとく雨なんですよね。というわけでこれからバスが迎えに来るので、それ乗り込んで向こうと思います。バス来ました。よし乗り込みます。朝ごはんいただきます。そう、やっぱりな。なんか謎の。Venga, Chene, you are important in the group. Group here, 4,600 meters above the city. うわ。これすると高山病が治る。マジか。でも慣れたらいい匂いに感じる。なんだろうねこれ。からの。はい、というわけで、レインボーマウンテンのですね、登山口までやってきました。ちょっと見てください、この後ろ。
めっちゃ綺麗ですね。でこれも標高が 4000m 超えてるんですけど、トップに行くと 5000m を超えます。でレインボーマウンテンってちょっとあの、まあ、知ってる人は知ってるかなって感じなんですけど、山が虹色に見えます。今この山が雪で被ってしまってるんですけど、ガイドさん曰くですね、もしかしたら雪ができるということなので、それを期待してですね、あっちの方に道があるんで進んでいこうかなと思います。それでは行きましょう。あ、ちなみになんですけど、こちらのレインボーマウンテンはマチュピチュに行くより全然簡単です。60ソル払ってバスに乗っちゃえばもうここまで2時間とか3時間で着いちゃうんで、めちゃくちゃ楽ですよ。高山病にだけ気をつけてくれ。そうだね、高山病に気をつけて。先住民族の方の結構みんなあんな格好してますよ、町の人たちも。雪が積もってるんで寒いかと思いきや全然寒くないです。であとちょっときつい人はもう馬乗っちゃってもいいかなと思いますよ。いくらかは不明です。いくらか不明だね。皆さん、あれがビジネスアルパカになります。サングラスいらないですよね。わかりますかね、こう下に落ちている石が結構カラフルになってきたんですよ。あと結構息が苦しいですさあ最後の登りにやってまいりました。さすがに空気が薄いです。多分あそこが山頂だと思うんですよ。でみんな雪が溶けるの待ってるのかなっていう感じなんで、やばい、こっからが本番かもね。急に急だね。皆さん見てください、だんだんレインボーマウンテンの片鱗が出てきましたよ。あそこの山なんて赤と緑それだけ、もしと色つくはずよ。白が入ってますから今日は。じゃあちょっとまだまだ登っていこう。さすがにね、歩くペースが遅くなってきたね、筋肉に酸素が届いてないような、なんかそんな感じ。さああとちょっとです。あそこの尾根に出れば多分レインボーマウンテンの全貌が見れるんじゃないかなと思ってます。サルカンタを思い出していきましょう。頑張ります。いや、なんとか晴れ間のうちに来れたね。 あそこから結構綺麗に見れるはず。どんな感じ？あれレインボーマウンテンのスタンプパスポートに押してくれる。え、マジ？いいね。グラシャス。おい、グラシャス。じゃあみんなが写真撮ってるとこ行きますか。これはみんながよく撮ってるレインボーマウンテンですね。意外とちっちゃくない？ちっちゃいよね。そっか、じゃあ上行こうか。よし、ここが山頂かな。ここがレインボーマウンテンのトップになります。いや、着いたね。どうすか？いいじゃないですか。なんか今までのこの雪山とかの景色が広大すぎて、なんだろうな、ちょっと霞んじゃうかもしれないね、まあでも綺麗だけどね。というわけで標高ですね、5036m でした。やばい、氷だ。あちらレインボーマウンテンです。これがリアルな色ですね。見てる色と本当にカメラの色は変わらないですね。はい、では以上レインボーマウンテンでした。じゃあねー。ペルー最終日になります、はいはい、なんとですね、カレーを作りました。うまそう、アミちゃんが日本から持ってきてくれました。あとメロンとバナナですね。バナナの方にはあの時におじさんからもらった蜂蜜がかけられてます。ペルーどうでした？ペルーですか、はい、一番泣いた国です。じゃあ泣きました。一番泣きました。なんで泣いたんですか？やっぱサルカンタイのトレッキングが、あ、なんとも辛かったんですか？それは辛い涙だったんですか？辛いのもあるし、うん、なんかあのてっぺんにいた時は達成感あるし、うん、達成感の涙、てっぺんの時はね、うん、でも一日一日もう達成感だった。ギリギリで生きてたから。あ、じゃあギリギリで達成できた涙っていうわけだったんですね。まあそうだよね、山はすぐ暗くなっちゃうからね。でも一番楽しかったかな。 国が一番楽しかった国、うん、なんかいろんな経験して、そうだね、
いいも悪いも、いいも悪いもね、うん、いろんな点が意外とちっちゃかったとか、そうだね、うん、登ってみないと分かんないし、コカキャンディー食べ、舐めたし、うん、いろんな経験が他の国にはできない、うん、いろんな経験ができた国でしたね。良かったです。どうでした？いや僕も良かったです、すごく、うん、やっぱり日本にない標高の山を登れたし、まあ、人とも結構触れ合えたし、やっぱ外国の方っていうか、まあ、ペルーだけじゃなくてね、いろんな人と知り合えたペルーの旅だったかなと僕の中で思ってます。本当にいい人にばっかりに出会えたんで良かったです。で次はボリビアですね。ラパスに世界一標高高い空港にまず飛ばないとですね、はい、じゃあ引き続き南米ボリビア楽しみましょう。じゃあペルー編これにてカレーにて終了になります。カレーな終了ですね。おお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 おいいぞいいぞ、お酒飲んでないぞ。はいバイバイみんな、バイバイ、はい。打ちのめされても這い上がる力が欲しい。人は皆弱虫を背負って